アキナのアキナイチャンネル。これで最後、昨日の稲田お魚と、うん、わーってまぶして炒める。あれ稲田はここで起きてたやつおったん、一人キャプテン、うん、キャプテン一人いてなかったっすよね。西川さんこれお休みのショートの最後ラストし、誰や正直に犯人は堀内お前や。一発いったらお前の顎終わるぜこっちで踏ん張りいったらお前の顎終わるぜ両目を開けて俺の二の腕見やがれ怒りの鉄拳5秒前ねえ、怖っ怖っ怖っ。ちょっと思い出した。なんすか、なんすか。朝僕5時半ぐらいに、来た時にすでに先生いかったんですよ。日の出を、はい、5時半、日の出が5時半やって言ってたんで、僕別のとこ行って、あ、先生起きてはると思って来たんですよ。そしたらもう確かこの辺に立ってはって、言われてみればですけどちょっと口動いてたわいや、それはほんま絶対違う。もうほんまに違う。え？それはちょっと言わして。昨日寝る前にね、先生起床は6時半やけど一回5時半日の出に歌ってみたいなみんな言うたよね。うん、それは言うた、うん、そうで先生こっそり5時半にちゃんと起きて歌いに行きました。うん、その時に作業を終えた角さんがもう日の出まだやなってここで待っとったら角さん入ってきたん。そこで朝寝起きで歯を磨かんとね、ほらなんか口ってやってるかも。それ信じてほしい。僕食べない。寝起きで稲田食べる？食べるかもしらんけど焼き魚やし寝起きでその裏切らへん。もうちょい待ったら朝ごはん食べへんよ。そんな昨日角さんここに入れて袋に入れたんですよね。最後に触ったの角さんですよねこれどうなってんの今、擦りつけあって落ちたでしょみんなその時。誰がほんまに誰どうするって聞いたら先生がご飯にまぶしましょうって言いました。言いました。言ったでしょ。で僕袋に入れて原さん見てましたよね。あ、僕見ました。角さんそこのキッチンのところ置くとき置いた。はい、ラップないけどこれでその時山名君にも言うんだけどな。キャプテンはほんまにそれは知ってます。知ってる。キャプテン今俺のせいにしようとしてる。なんでそれは角さんのせいにしたの。キャプテンはそれは危ないから今キャプテンの話して急になんか人のせいにして、うん、だったらさっきまで5秒前言って怒ってた、うん、あれは何やったのいやそのちゃうからほんまに堀内さんに対して怒ってたの。じゃあほんまに堀内さんなんかすんません、僕もちょっと疑ったところがあった。変な検証やったんで。すんません。でその寝起きで僕はほんまにあの時先生が日の出の時に歌おうっていう約束ってかも一方的やけどやってほしいみたいな希望があったからこっそりね抜け出してやった。それはみんな知ってるはず。あの後起こしたし。でもね、火がもう出てるのに、はい、動かんかった。もう出てますよって言うのあれだけどなんで動かんかった。違う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 、あの
見てもらったら分かるわ。あの木が何本か立ってるから、あっちの方向から日の出が昇ってきた、日がその木に隠れて火が見えへんから、日の出のいい感じ取れたらその木の上を越えていく瞬間を待ってたの先生は。それ食べてたからじゃないの？いやほんま食べてない、もうそれは違うって。ほんまに今近づいてきたら一瞬だけ魚の匂いした。それいっぱい食べた後の魚の匂いやったらなんか地のもんやと思う。いやそれはほんまに違います。別になんかなくならんからさ、結局その誰なの？別にちゃうもん、捨ててもないでしょ、ゴミもない、ね、ゴミもないのかな。鳥？鳥？鳥？袋開けて。あ、何にも映ってないからあれですけど、朝来た時そこに何も入ってへんビニール袋と皿落ちてました。鳥？え、誰かが食べてるやん。ほんなら、うん、朝来た時、ほな先生出会った時ですよね。ほんなら、その仕業はその前ちゃいます？どっちかやん。だから、大きい目で人山なしにか。はい。で、みんな寝てるんで、こっそり出てきて。で、この辺、ここおったでしょ、うん。はい。いました、いました。ここいました。眠いけど。眠いけど、はぁ、言うて。だから、目に、稲田目に入りますか？入るか入らんかで言ったら。いや、入る。入ったらどうすんの、じゃ行動は。食べる。このお皿どうすん、食べた後のお皿行ってみてよ。一回稲田まで行けるかどうか。行ける。行ける。食べれる。食べれる。食べて美味しい。美味しい。どうする？食べた皿。食べた皿。その口の動いてんの角さんが見た稲田。いや、じゃあほんまちゃうんすよ、ほんまに。全部あったな。ほんまに違う違う、ほんまにマジでほんまに違う、それは。じゃあ先生、ほんまにほんまに嘘やろ。じゃあほんまに違うんすよ、信じてください。怒りソング降りてきました。俺がもしあいつだったら俺がもしあいつだったら、めっちゃ腹立つわ。仲間をさ平気で自分がやっといて。堀さんすいません、ちょっと歌は降りてきてるんですけど、さっき謝って、はい、指先を見ろ、俺の指先見ろ、俺の人差し指の先端見ろ、よく見ろ、じっと見てろ、パワー溜まってきてるのわかるか、俺の指先パワー溜まってきてるのわかるか、俺がこの人差し指をおテントさんにかざしたらパワーがぐん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 溜まってきたよ、おいおい、こっちを見ろ、おいおい、こっち見ろ、あとは俺がこの右腕をお前に向けて振り下ろすんだけど、ファイヤー俺があいつだったらお前は死んでた、俺がもしあいつだったらお前は死んでた。いや、まあ僕じゃないんですけど、僕じゃないんですけど、でもなんか何がご飯の稲田まぶして最後食べようや、怪しいな思って。締めで食う感じでもないしな何がなんか、うん、マシュマロやん
絶対ラスト怪しいな思ってん今後危ないかもね、商いチャンネル、この行きたいとこに行くっていうのも違うんですけど、こういうことが起きたら、うん、違うんですけど、その信頼なくす疑われるような行動したのはほんますみません、それは謝りますでも違うっていうのはほんまに言いたい、このままでなんか終わられへん、その悪いまんま帰んの、大阪に行かれへんで、次みんなでこのチームで旅、え、食べたんやったら食べたで言ったらみんな分かってくれたんちゃう、いや先生食べてないから鳥鳥ない、や先生食べてないね、うん、本当に鳥、うん、もうでっかい鳥は飛んで、鳥やと思うよ、でっかい鳥は飛んで、ややこしい行動したのはほんまに謝る先生、うん、でも食べてないから、うん、稲田混ぜご飯最後作ろうとしてた、うん、それ食べたらもう終わる予定やったまあでしょ、そう最後にこんな謎のことが起きるなんて思ってなかったからさ、うん、どうしよう、でもお皿はバーンって鳴ってたんやったらほんまに取りちゃう、こう持って行ってくちばしで、え、お皿バーンってなったのほんまなんすか、お皿っていうか紙ビニール袋が飛んでて、だって片付けはしたやん、この辺のゴミとかは片付けしたのに飛んでたから、この辺やこの辺にあって、紙皿も一個落ちてたから、鳥や猫あ、猫あ、猫もありえるな、あ、確かにイタチ多いと書いてある、イタチ、うわすごい、イタチか堀内くんか、いや違うご飯とカレーね、卵とあれ全部混ぜましょうか、いやもうそれキャプテンに任せ、全部混ぜて炒めましょうか、うん、最後ね、それで気分よく、うん、美味しいの作ってください、はい、わかりました、じゃあ切り替えて、はい、最後ね、あのご飯と残っているカレーと、うん、あの卵、これ全部炒めます、卵はもう6個全部いったんじゃん、はい、卵6個、卵あのあれなんです、この焼いたやつがね、ちょっとだけ残ってます、あ、そっちのね、はい、スクランブルキャプテン焼き、スクランブルキャプテン焼きとご飯と、ご飯とカレーの、カレーを全部お玉いっぱい混ぜて、混ぜて、うん、炒めてみたいと、はい、入れちゃいますここに、うん、豪快に、あ、ほんまにいっぱい分、うまいんやろな、ちょうどちょうど、炒まってきてる、あ、この音この音、ちょっとだからしっかり炒めよう、うんうん、もうこれがほんまに最後の、うん、締めなんで、はい、味見ちょっとスプーン持ってこうか、いやスプーンも洗い物払うくんしてくれてるから、うん、それ合ってんのキャプテン、味見の仕方おいしい、カップで、あ、キャプテンキャプテンあんまそんな止め方せえへん、キャプテン大丈夫あ、危ない危ない危ない、アキラのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします、先生は普段旅とか、まあ、旅行とか行かないからすごく楽しみだよ